はい、マソリギです。今日はね、パズドラです、パズドラ。ヘライース、あるじゃないですか。あれに挑戦したいと思って、今こんなチームで行ってます。まあ、ダブル半減ってやつですね。水と闇に喰らいにくくして、何度か時間かけまくってもいいから何とか倒すぞっていうパーティーなんですけど、はい、こんなパーティーで行きたいと思います。途中でカオスナイトドラゴンのところかな?そこでね、やられる可能性が多分かなり高いと思うんですけど、なんとかちょっとやってみたいと思います。ということで、やっていきまーす。すげー時間かかりそう。やだな。ということで、行きまーす。よし。もうこれは、ノーカットで行きましょう。はい。やっぱ闇揃えなきゃ全然食らわないんだ。もうノーカットでね。あ、負けるかな。もう、あ、やばいやばい、俺闇攻撃したのに。はい、ということでね、まず1体倒しました。地味にね。あとはもうね、これは地味に倒していくだけですから、地味にやっていきたいと思います。はい、さっきの1回目のやつ倒しました。イエーイ。で、こっからもね、まあ耐えながらやっていきます。まずギガグラビティ使って、次毒にさせて、あとは地味にまたやっていきます。もうね、10分ぐらい経過してます。はい、2体目もね倒して、ようやく3体目ですよ。こいつがね、なかなか強いんですけど、また地道にやっております。ひたすら回復と攻撃を繰り返し食らうんですよ。めちゃめちゃ強い。だからまた回復して、まあ、地道ですよね、ほんと。これ何のゲームなんだと思うぐらい地道ですよね。イエーイ、もう少しで倒せまーす、こいつも。イエーイ、もう少し、もう少し。シャイー。ということで、4回、3回クリア。次4回目ですね。まあ、ここまでね、正直大丈夫だと思ってたんですけど、問題はね、この次の回なんですよね。なんとかその次の回行くときはもっと頑張っていかなきゃ。はい。まあ、とりあえずこいつ倒したいと思います。やば、撮るの忘れてましたけど、はい、今黒いやつ、というかこのドラゴンと戦ってます。正直ね、さっき防御の構えっていうこの時戸番人のやつのスキル使っちゃったんですよ。だからもしかしたら次の攻撃で速攻倒されちゃうかもしれないけど、もし僕がその攻撃に耐えられるようだったら、僕はまだまだ勝負ができるという。だからこのターン超重要。このターン、ドゥーン、14,950! そんな強いんすか、こいつは。勝てないよ。勝てないよ。これ無理だよ。15,000 HP なきゃダメってことかな。死んだということで、諦めます。コンティニュー、いいえ、諦めます。はぁ、ダメだった。ヘライース、スタミナ50も使ったのに。はい、ということで今日はヘライースに挑戦しようってことでやってったんですけど、残念、勝てませんでした。はい、やっぱり地道にね、もう少しレベルアップと強化していかなきゃダメなようです。はい、ということでまたもっと強くなりたいと思います。ということで頑張ります。以上、マソ TV でした。バーイ。強い。はい、もう一つ、この前の動画でフレンド募集させていただいたんですけど、はい、今ランダムに5名送らせていただきました。なんか送っていく中にはね、なんかもうフレンドが満帆ですっていう方も結構いらっしゃったんで、そういう方は残念ながらパスさせていただいて、遅れた方だけとりあえず5名申請させていただきましたんで、よろしくお願いします。はい、うん、
ちゃんと5名いってますんで。はい、ということでまたやっていきたいと思います。ということで以上マスオ TV でした。バイ。こんな動画よく作ってます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。